先輩は本格的アウトドア派ではなかったが、たまにキャンプに行くことがあった。一人きりでテントを張り、火を焚いてぼーっと眺めるのがいいんだそうな。ある時先輩はシーズンオフを狙って某キャンプ場へ行ったが、団体の先客がいた。彼らはバーベキュー&カラオケ大会で騒がしく、先輩は大変迷惑したというけれども、彼らが焼いている肉だけは羨ましかった。どうしても焼肉が食いたくなった。それで翌日、先輩は奮発して肉を調達しに行った。ところが戻ってくるとテントに木の枝が刺さり、大きく裂けてしまっていた。肉を買った上に痛い出費だが、しょうがないのでバンガローを借りた。それから気を取り直して夕飯の焼肉の支度を始めた。前の晩騒いでいた団体はもうおらず、今火を起こしているのは先輩一人きりだ。これぞ真の一人焼肉と、先輩は肉を焼いては食い、食っては焼いた。満腹すると後始末をして、残った焼肉とおにぎりを包んでバンガローに戻った。辺りが真っ暗になった頃、先輩は狭いバンガローでゴロゴロしていた。その晩風は穏やかで、チリチリと鳴く虫の声が止まったと、表から扉が叩かれた。コンコン。はっとして耳を澄ます。コンコン。空耳ではなかった。しかしこんな時間に管理人や誰かが来るわけがない。そのままじっとしていると、しばらくしてまた虫が鳴き出した。割とずぶとい先輩だが、この時はなぜか嫌な感じがしたという。ついでに言うと、このバンガローには内鍵がついていなかった。再び虫の声が止んだ。今度は扉の向かい側にある窓から、コンコン。窓はガラスではなく、戸板を窓枠にぶら下げたような代物だ。今は閉めてあるので表は見えない。コンコン。先輩は窓の戸板を見ながらそーっと立ち上がった。そしてちょっと考えた。表に何かいるとして、そいつは割とでかいやつだ。しばらくしてまた扉からコンコン。無視して寝ようにも戸締まりがないのは精神衛生上よろしくない。外開きの扉とは不安なものだと実感したという。先輩は扉の取っ手にテント用ロープを結びつけると、それを引っ張って窓の金具に引っ掛け、扉と窓がロープで引っ張り合うように工夫した。どうせ気休めだけど、やらないよりはマシだろうと思った。その時ギッと扉が音を立て、ロープがピンと張った。そしてフッと緩んだ。先輩はなるべく音を立てないようにロープを二重三重に補強すると、荷物をまとめて靴を履き、懐中電灯と十徳ナイフを持って壁に寄りかかって座って寝ることにした。いつの間にかまた虫が鳴き出していた。それからノックの音はやみ、ロープがいきなりピンと張ることもなかったが、先輩はほとんど眠れずに朝を迎えた。とりあえず焼肉とおにぎりを腹に詰め込んで表の様子を伺うと、急いで管理事務所へと向かった。受付はまだ閉まっていて誰もいないが、そこで荷物を下ろすと気が緩んだのか、座って眠りこけてしまい、気がつくと出勤してきた管理人のおっさんに揺り起こされていた。先輩の話を聞いたおっさんは、出たかとつぶやいた。出たか、ここ20年は出なかったんだがな。そいつはクマでしょ、危なかったですよと私が言うと、先輩は、本当は食料とか捨てて退避した方がいいんだってね。クマと焼肉取り合ったらな、絶対に負けるよな。それからふと、クマというのは律儀にノックするものなのかと言った。その後先輩が一人でキャンプに出かけたという話を聞いたことがない。野生の脅威みたいなものを感じて怖くなったのかと思いきや、よくよく考えてみると、変質者とか殺人鬼が出てきたら絶対負けそうで怖いという理由だそうだ。